めく影探してた光の粒届くような気がしていた伸ばした小さな手のひら はい、こんばんは。本日はグランゼーラ集い、あれ、グランゼーラの集い2にお越しいただきありがとうございます。この番組はゲーム会社グランゼーラの日々の活動、ゲームの開発状況、遅延状況を、すかさず皆さんにお伝えして、ちょっと判断を仰いだり相談したり、そして、私の日常的に溜まっている会社への愚痴を聞いていただく、そういうすごく有益な番組となっております。私は開発責任者のグランゼラ開発責任者の九条と申します。よろしくお願いします。おお、ここまで言えた。ちょっとほっとしましたね。すいませんね、ちょっと落ち着くためにコーヒーを飲みます。皆さんもあれですか、ありがとうございます。唐揚げ弁当食すさん、リメイク版にそれとは別にポエムを
そうですね、ポエム。皆さんもあれですか、今もうアルコールなんですか、アルコール状態ですか、飲みながら。あ、日本酒とビール。はい、キリー提督さん、ありがとうございます。愚痴とか言ってグッゾーで320、はい、アイスズベイビー。人事の人はもう出ないのかな。人事の人はね、もう出ないですね。もともと出たかったわけじゃなく、私が頼りなくってこの番組から逃げてたんで、あのなんて見張りとして入ってたんで、私もあの完全にあのこの番組に依存してますからね。ここでちょっと愚痴を聞いてもらえるのがあの生きがいになってますから、だからまあ大丈夫、人事部の見張りなくても大丈夫です。はい、あ、ほうじ茶、午後の紅茶ですよね。はい、オレンジジュース、ありがとうございます。ではもう薪が出てるんですよね。これ本当に一回どうですか、こっちからのカメラを置いたらどうですか。もう僕の方なんか見てないですからね。違うことしてます。お茶漬け作ってるのすごくないですか。はい、すぐ行けと。はい、では今日の内容ね、内容こんな感じになって、あの毎回使い回し、ここのフリップ使い回してたのと、あの英語と日本語を分かれてたの一個に して、あ、ありがとう、いつもありがとう、バイドカレーお願いします。ありがとうございます。バイドカレーは出るんですか、バイドカレー。カレーを食べ過ぎた。はい。はい、内容はですね、ゲームの、最新情報。僕が見てる画面遠いのと、僕が見ないと全然わからないの。で、アルタイプファイナル 2.5 から3。で、ここにですね、もうすでにお詫びがあります。で、アルタイプファイナル3エボルブドについてもちょっと情報はわずかですけど、これもう予約始まってますんでね、何か情報出さないとっていうことで。で、コスモスはね、ちょっと新しい情報を期待されるとちょっと困るんです。これもう先に言ってしまうとクラウドファンディングのお礼をお伝えするっていう形になってますので、なので新しい方法はね、エボルブドだけかなと思います。もう今帰ろうとしてるかもしれない、みんなこれ何や、内容ないやんけって思ってるかもしれないですけど、ちょっとそんなこと言わず、まだ席を立たないでください。はい、で、あと、重大ニュースグランゼーラ重大ニュース、そうですね、英語であんなん書くんですね、ビゲストニュース。そんなビゲストでもないぜ、うわ、大丈夫なんですか、そんな最上級つくようなネタないけど大丈夫かな。はい、これあのウェブに載ってる内容なんですけど、まあ、ちょっとさらっと言い訳入れながらやっていきたいと思ってます。そして Q&A のコーナーですね、皆さんからの、鋭い質問にお答えするコーナーがありまして、グランゼーラの都合だけで一方的に皆さんにお伝えする告知のコーナーというふうになっています。あ、そうです、地味にですね、英語一緒になった、そうなんです、これ2回でしょ、いつも2回になってるんで、で、まあそうなんです、皆さんにあの1個にすればって言っていただいている中で、ようやくですね、この番組もディレクターがですね1個にまとめ始めました。はい、すごい、そう、肩もんでますからね、肩もんでるのすごいよ。はい、じゃあもう巻きが出てるんで、そうなんです、ディレクターいるんですよ、この番組の。もう彼女がね、もう好き勝手やってますからね。はい、それでは R タイプファイナル 2.5 から3 12月号なんですけど、もういいですか、一発目からお詫びを、はい、お詫びめくってください。お詫び、大変申し訳ありません。前回バージョン 2.0 を12月から1月にかけて配信しますって言ってたんですよ。で、有料 DLC の期待も出しますって言ってたんですけど、ちょっとすいません、12月に間に合わなくなってしまいまして、
知ってたとか、あらら、しゃあない、あの、まあ、言い訳、大部分言い訳なんですけど、ちょっと経緯を説明しますとです、本当は今日の2時間後に配信ですっていう段取りで進めてたんですよ。で、まあ、いろいろ提出もして、提出したらちょっと行きかかったな、提出したらね、聞こうか、あ、聞いてください、ありがとうございます。で、いろいろちょっと不備が見つかってしまいまして、あの某プラットフォームホルダーさんに提出してチェックを受けるんですけど、あのその指摘はすごくまともというか、あの、あ、これは、あ、直さないかんなっていうものが出て見つかりまして、あのちょっと私の方のチェックミスでですね、あのちょっと12月に出す機会を逃してしまいまして、あのちょっと年末年始対応して、年明けに出すという感じに、なります、なってしまいます。あ、まあそうですね、平たく言うと、つまり、うん、そうですね、まあ、その関連不具合といいますか、不備が見つかりまして、はい、まあそうです。ただまあ本当はそれは、まあ、言っていただくとありがたいんですけど、それも込みで間に合わせなきゃいけなかったんで、ちょっと申し訳ないですけど、まあ、あらかた対応終わってるんですけど、ちょっとチェックをしなければなりませんので、ということで、はい、ちょっと申し訳ありません。これセンター寄せになってますけど、あ、これの英語アパラジャイスということで、あのこんな感じに、センター寄せか、お詫びってなんか左寄せ、お詫びって左寄せじゃないんですか、普通万国共通でセンター寄せなんですか、あ、写真があるんですか、あ、ちょっと違うとは思ってるんですか、あ、はい、すいません、センター寄せのお詫びになってます。あ、そうです、ここね、英語表記できなかったんですよ。あの英語表記と日本語表記、これをまとめるとですね、文字だらけになってしまったので、でこれお詫びが伝わらないんじゃないかということで分けました。はい、で、あのでこれだけってわけにもいかないかなと思ってまして、まあ、本来今日あのパッチが出る前提でいくつかあの説明用の動画を用意してあったもので、ちょっと見ていただきたいなと思ってまして、最初に見ていただくのはですね、今日もともとバージョン 2.0 でやりたかったことっていうのは、あのその競技ステージというか複数人で競い合うステージを入れたかったんで、ちょっとそれの様子を皆さんにちょっと説明させていただきたいと思ってます。はい、ではちょっと動画を、はい、これ私のマイク入ってるんですか、はい、これあのまあちょっとベータバージョンって書いてあるんですけど、これはね、あの部屋を建ててるところですね。こんな感じで、まああのステージ名をホストっていうか部屋を建てる人が決めれます。なんとかちゃん誕生日大会とかそういうのがつけれるようになってまして、でここで自分が使用する機体とか条件設定をします。でこんな感じで、参加者を募って、でこちらの方はあの逆に誰かが建てたあの部屋というか、まあ、戦いに、まあ、参加すると、自分が、入りたい条件を設定して、でこんな感じで、戦い見つけたらその中に入って、で参加者がまあ揃うと始まるという感じになってます。あ、そうです、イースポモードですね、はい、でこんな感じであの同時に始まるんですけど、ただねこれあの敵を相手の邪魔するみたいな要素はなくて、これ6人で他のプレイヤーゴーストで表示されてるんですけど、これ結局1人でやってるのはやってるんですよ。なんか邪魔する要素とか入れたくなかったんで、ただね6人でやってるとね、1人でやるのと違う緊張感があって、まあ、そういうストイックなゲームじゃないですか、もともと。だからそれを損なわない形で、だけどなんか他の人と精神的に戦ってる感じがするようなモードです。であの左下の緑の彼は脱落したんですね。アウトになると脱落します。で左下にさらされて
行くというあの設計になってますね。あ、また脱落した人で、あの脱落した人たまになんか吹き出し出てますけど、あれ応援ボタンを押すと応援の意思表示ができるという感じになってます。で全員が終わるか誰かがゴールまで行くとリザルト、なんかリザルトよりは短いでアパラジャイスに戻ってきましたけど、まあ、こんな感じのモードになってます。はい。で、あの先ほども言いましたけどね、あの相手を邪魔する要素はまあ入れなかった、入れてないんですけど、まあ、それでもあの社内でも確認で6人でやるとやっぱ盛り上がるのでぜひやっていただきたいと思ってまして、で今回あの、まあ、ちょっと1月にはなってしまうんですが、配信するのはまだベータ版ということで、あのちょっといろいろやっていただいた意見を吸い上げたり、あと後でまあ、あの連絡があると思うんですけど、4月にですねその大会をやりたいなと思ってまして、でそれに向けてあの機能追加もあの準備進めてますので、そんな感じであのぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、っていうのが一つと、でもう一個はあの前回あの有料4機体ご紹介したと思うんですよね、バージョン、2.0 で、火炎系の機体が2機体、これは、別に有料ではなくあの皆さんプレイ進めていただけると手に入るのが2機体 でもう一個はあのクラウドファンディングの支援者さん用の4機目っていうのがあって、で有料の以前あの OFXX マリコっていうのを出したんですけど、まあ、ああいうような立て付けの、今度は、バイドの、互換機体ですね、こちらをあの説明させていただいて、これも今日販売ですとかって言ってたんですけど、それもちょっと延期になってしまいましたので、ただこちらもあのトレーラーができてきてますので、ちょっといいんかな、一生懸命今喋ってたけど皆さんから大丈夫、はい、なのでじゃあトレーラー B99 のトレーラーご覧ください。
ただいたの、はい、ご覧いただきましたのが、本来本日配信予定だった1月配信予定になったばかりの B99 アポカリプスの、紹介動画になります。内容はですね、その B99 アポカリプス、バイド系の武器限定の、互換機武器をつけれる機体になってまして、ただあの何て言うの、あの波動砲で周りにでこい波動砲みたいにたまるんですけど、この機体の時だけその残像が出たりする。だから他の例えばラストダンサーにこの武器つけただけでは、あの何て言うの、つかない機能なんかが入ってたりします。であのドップ、あの黄色いレーザーは、対地レーザーは地形に沿って画面外に出ていくんですけど、あのドップのレーザーは画面の端に行ったらちゃんと曲がってくれたりするんで、まあ、そういうあの機能がついてます。でパイロットスーツはちょっとメタリックですごいかっこいいんですけど、あのこう何ですか、金属が流れてるような動きをしてたり、あとこのデカールがすごいかっこいいなと思って。いてデザイナーさん作ってくれて、と思ってかっこいいなと思ったんですけど、まあこんな感じのセットになってますが、まあちょっとこれはまあ有料なんで、あのまあ気が向いた方はぜひご購入いただければと思っておりますっていう英語のフリップが今出ます。はい、こんな感じになってます。はい、そうですよね、デカール、このデカールの T シャツもいいですよね。そうですよね、思いました僕も。はい、アポカリ、はい、アポカリと呼ばれてます。はい、なんでまあちょっと今日本当はね、配信して年末年始に遊んでいただきたかったんですけど、ちょっと果たせない年越しになってしまって申し訳ないですけど、もうすぐそこまで、皆さんの家のすぐそこまで、まあ、ちょっと年始に再提出なんですけど、まあ行ってると思っていただいて、あのお楽しみ。これね、僕この機体使っててね、思ったのはね、敵出てくる前からもう面白いですわ、使っとったら。こういう面白さもあるんだって思って、改めて新鮮でしたね。まあ、R-Type Final 2いろんなことを試してきてるんですけど、なんかちょっと新しいステージに入った感じしましたね。はい、なんでまあ皆さんの家にもアポカリプスが行きますんで、迎え入れてください、温かく迎え入れてください。はい、よろしくお願いします。でこれですね、最強パイロット決定戦第1回 R タイプファイナル2と3じゃないのか、 2&3 最強パイロット決定戦を行います。ね、で日にちだけ決まってまして、来年の4月29日、これはもともと、ありがとうございます、あすいません、マレーシアからありがとう、楽しみですね。そうですね、というあのこれ、R タイプファイナル2発売してちょうど2年経つタイミングで、あの、まあ、大会をやろうと思ってますので、1月のアップデートで、まあ、ベータ版としてその競技モードっていうのを公開して、でこの、パイロット決定戦までに、あのもう1回ないし2回あのアップデートして、皆さんに競い合っていただくという感じになります。でちょっとルールの詳細はですね、1月10日に、グランゼラとか、R タイプファイナル2とファイナル3エブルブドのウェブサイトで、公開します。基本的には、2人1組でご応募いただくという感じになってまして、ただあれなんですよね、2人の合計点じゃなく点数の高い人の件数を競い合うというルールらしいです。まあ、あの詳しいことは1月10日に皆さんにまたあのちゃんと説明があるんで、思うでしょ、相手がいない
そうでしょ。僕も僕友達普段いないから、これ友達いない人どうなんのって聞いたんですよ。なんか救済あるんですかって言ったら、どんな答えですか。友達作ってくださいみたいな。え、ほら結構そうですよ。友達、あ、DLC 友達はよ。あるんですかそれ。友達 NPC みたい、 NPC パイロットみたいなもありなんですか。はい、ほら国でみんな怒ってますよ。ほらひで難易度高、ここの多分、はい、来てくださってる方って難易度高くても怒らないですけど、これみんなめっちゃ怒ってますよ。これソロ大会求むでこいでもいいですか。友達作ってくださいとか無理、無理ゲーじゃん。ほらこれは僕わかるわ。僕だっても友達おらんし、どうやったら作れるん。1月10日までに友達いない方の対応も考えるそうです。考えるそうです。まあ、ただあれなんですね、2人の高い方っていうのが結構ミソなんですよね。だから慣れてない人でも入ってもらえばってことなんですね。なるほど。はい、ほらもうじゃあ炎上してますよ、その友達作れみたいな。ほらほら、参加できる人などいるのだろうか。現実という最強バイドが立ちはだかる。九条さん友達、あ、僕を借りていただく、足引っ張るかもわからんけど、それでよければ組みますか。僕一応ね、そうなんですよ、僕と組んだらね4回に1回はいいとこまでいけるんですよ。なんせあのステージ作ったの僕ですからね。そうですよ。まあそれを言うのもありなんですね、多分対策として。もし相棒を見つけれなかったら私をレンタルするみたいな感じで、はい、あのだから友達波動法、友達いなくてもそこは僕もよく分かります。友達がもう10年ぐらいいないから分かるので、でみんそのそこに対しての不満もよく分かるんで、あの だからあもうちょっと大会関係ないなっていうんじゃなくて、1月10日まではちょっと見捨てずに、あグランゼラどうするんかなっていうところで興味を持っていただきたい。一応やっぱりお互い最大限なんていうんですかね、相棒を探すってことにしませんか皆さん。あのなんていうんですかね、高校の時の友達とかにいきなり LINE 送って一緒に出えへんみたいな感じで、はい、なのでまあでもこの軸ひょっとしたらちょっと面白いかもしれないですね。友達どうすんねんみたいな感じですけど、はい、ぜひ。ただ一つだけ言えるのは、これ6に出たら本当に面白いですよ。あの一人でやる時も緊張感はあるじゃないですか、あのステージ一回アウトになったらアウトになるんで。なんだけどあの6人でやった時のなんかドキドキ具合っていうか、脱落したくない感がすごいので、もうぜひやってみてほしいなと思いますんで、あのまあちょっと配信遅れて申し訳ないですけど、よろしくお願いします。でこれの英語が、これはまとめれたんじゃないですか。これ英語日本語で1個にできたんじゃないですか。こう分けなきゃいけなかったんですか。いや文字だらけって言ったって、でも R タイプファイナル 2&3 なんて一緒じゃないですか。 PS5 4アイコンも一緒じゃないですか。すごい受け付けないって感じ。6人に合わせた敵勢力ってどうなん。そういえば R タイパー向けのディスコ、あこんなのいいんか、声で出して出会い系バイドとか言ってますけど、はい、
ではちょっとそんな感じでちょっと配信遅れてしまって申し訳ないですけど、あのちょっと楽しみに、あの競技のステージとアポカリをよろしくお願いします。はい、ということで、次が、R タイプファイナル3イボルブドね。僕ずっとイボルブドって呼んでるんですけど、なんかカタカナ表記はエボルブドってなってまして、これはもうあのねまた言い訳か、あの、ま、情報あまりないのですぐめくってください。はい、発売日が2023年、日本リージョンですよ。日本の発売が2023年来年の3月23日に決まりました、はい、すごいですね。2023年3月23日で2と3ばっかりですけど、まあ、あのこの日に出るように、あの最終工程に今入ってますんで、ですね、まあ、日本リージョンじゃないのはっていうか、まあその地域、あ PS5 買ってありがとうございます。あのまあ地域ごとに発売のタイミング違いますんで、ちょっと僕らが今出せる情報が、あのちょっと日本、まあ直接グランゼーラがあの販売しているのがちょっと日本だけなもんで、あのそのまま出せるデザインじゃないのがいるか。まあ、あのなんていうんですかね、まあまあ直接グランゼーラがパブリッシュというか販売しているところがまあこんな感じなので、あのちょっと今日のアナウンスが PS5 あの日本版だけの話っていうことで、あそうですね、 Steam は出さないんですね。そうですね、今はちょっと予定がないですね。ちょっと今頃聞くのですけど、皆さんマイクとか大丈夫ですか？私の声がもともと通りにくいんですけど、聞こえにくかったり BGM が大きすぎたりしませんかね？大丈夫ですかね、はい、2023-0323 パスワードありそう、ありそうですね、はい、あ、ありがとうございます。聞こえてるよ、ありがとう、あマイク OK、 ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ですね。でね、どんなこと言わないかんかったっけかな、内容、あいいですか、なんか動画があるんですね、はい、ちょっと内容が分かりにくいって話なんで、入ってるものをまとめた動画を作りましたんで、あの私の華麗な説明込みで、コーヒー飲みながらですけど説明しながら動画見ていただきます。はい、はいどうぞ、うん、はいどうぞ。すごい、なんかこんなか、あれってファイナル2と一緒やんって。そうなんですよ、ファイナル2のものは基本全部入ってまして、そうなんです、この辺の以前のステージ全部入ってまして、それに加えて、まあ、新しいステージが入っているという立て付けになってます、ね、これ発進し、鍾乳洞の中からトンネルを抜けて、はい、ちょっと短かった、アポカリプスの動画に比べたら短かったですけど、はい、そうですね、 R タイプファイナル2に入ってるものは全部入った上で、新規ステージとまあみんなで集まれる部屋みたいなのがあったり
します。で、今ちょっと手続きしてるのはですね、 PS4 持ってる方の、どこまで言っていいんですか、 DLC はそのまま使えるようにしようとしてるんですよね。 DLC を買い足さなくてもいいようにしようとしてるんですよね。 PS4 用に買った DLC はそのまま使えるようにしようとしてると。ああそうですね、 DLC ステージや DL、 いや全部っていうわけじゃなくて、すでに買ってる方はそのまま買い足さなくてもっていうことになってます。すでに PS4 版で DLC 買ってる方のは、まあ、ダウンロードはしてもらわなきゃいけないですけど、 PS5 版もでもその DLC が手に入るようにしようとしています。はい、ただあのアップグレードみたいな差額で買うみたいにはちょっとなってないので、ちょっとそこはご容赦いただきたいっていうことですね。でちょっとスイッチ版とか、まあちょっと他のプラットフォームに関してはですね、ちょっと今出せる情報がないので、あのちょっとクリアになってるとこだけで言うと、あのそっちの方はあのちょっと、だから PS4 持ってる人で PS5 版をブルブルを買った人はその両方でなくても移行できるようになるべくしたいと思ってます。はいですね。で開発した機体、そうですね、そこもあのちょっと PS4 からはこうなんとか持っていけそうな感じがあって、それの対応は今最終工程というかやってます。で他のプラットフォームからに関してはちょっともうちょっと、進まないと情報が出てこないかなって感じですね。はい、ちょっとまあできるだけのことはしたいと思ってますけど、 DLC がタイプファイナル2で買った DLC がそのまま5でもっていうのは多分 PS4 でしか対応できないと思うんですね。セーブデータに関してはまあなんか対応できないかなってことでやってますんで、はい、ちょっと動画ってもう一回出せますかね。ちょっと短すぎてようわからんかもしれない。これあの、まあ、いわゆるメタバースステージを一人で入ってる状態ですね。はい、こんな感じで旧ステージは全部入ってままで、競技ステージも入ってて新しいステージもついてまして、あーなるほど、パスワードか、パスワードはやれんことはないですね。クラファン機体は使えますよ。クラファンのデカールとか発信シーケンスとかは使えますね。使えるって言っちゃっていいと思い、すごい喋るの急にゆっくりなんて、使えますよ。ああまあそうですね、そういうのもありますけど、でもまあそうなんですよ、100機あるならって言うのもあるけどね、そうなんですよ、一回作ったもんはね作らんでいいようにしたいなと思ってますんでね。ね、メタバース機能は、これ言っていいのかな、最初は入ってないです。あの1人でだけ入れる風になってます。であの発売からあまり間が経たない、あのパッチで入れるように なるっていう予定ですね。あのパーソナルスペース、自分だけの部屋と、みんなが入る広場みたいなところと両方あります。これ辺は来
来月もっと詳しく出せると思いますんで、はい、でチャットは、ボイスチャットは入れてないですね。あのテキストのチャットとあとシンボルというかステッカーが出るのだけ今入れてます。そうなんですよ、プレイステーションホームみたい、社内でもみんなホームみたいって言ってますわ、うん、プレイステーションホーム思い出しますね、はい、ですね。で、あの今回足す7ステージを他のプラットフォームのではちょっと出せないですね。 PS4 も含めて、あの意地悪してるんじゃなくて、ちょっとどうしてもこうそれを前提というかそのプラットフォームを前提に作ってるもんで、ちょっとそこは難しいなと思ってます。はい、ではあ、こちらもあの同じフリップですけど、最強パイロット決定戦、この PS5 版の方でもあの参加できますので、まあちょっと今回は第1回目っていうことでプレイステーション4と5にちょっと限定させていただいていて、あのまあ何ですかね、スペックが揃ってる状態でまずやってみようっていうことです。で2回目以降はまたその辺りのルールも考えていきますし、あの競技用のステージも今あの R1.0 って1個しかないですけど、それのまあ第2弾も準備してますので、そんな感じでいければと思ってます。ウバンピートロット2っていうところもあります。大丈夫ですか。つまり 2.5 から3と何が変わるの、まあ一番はその競技ステージっていうのが入るっていうことです。まあもともと2から3に入るまでの機能で大部分はもうすでに入れてしまってますんで、最終的にはその複数人で遊べるよっていうところを入れるっていうのがまあ3の大きなミッションかなと思ってます。プレイステーション5も欲しいけど、友達も欲しいですよね。まあ、僕は友達はいいかな、あんまり。でも大会に出る分にはいりますもんね。はい、まあ、そんな感じでまたあの続報を出していきますんで、あ、で、あの何よりもあれですね、予約ご挨拶、予約が発売が3月23日なんですよね。あ、1個前のフリップに戻れますか。あ、そうです、あ、ここ発売日外しちゃったの。はい、はい、発売日のフリップに、はい、3月23日発売ということにまあなってますんで、ぜひとも興味ある方はあの、ま、予約していただけるとありがたい。レオドラケンさん、ありがとうございます。つまり太陽のシアステージとかタクティクス2の謎の勢力ステージは PS4 じゃないと出しません。ね、ああ、まあそうか、今回出すとこはそうかな、そうですね、はい。 PS5 アジアへの出荷量を増やせると言われている、自分の周りでも店頭販売、そうですね、はい、パチなんか読んで大丈夫なんかな、パチパラ風録はもう終わったんだ、今忘れる、はい、なのでちょっと予約していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。はい、では次は、R タイプタクティクス1-2コスモス、はい、こちらはちょっと先ほどもあの最初にちょっとお伝えしたんですけど、今日はあのクラウドファンディングのお礼をお伝えしたくてですね、11月中旬から11月末まで実施してましたクラウドファンディング、R タイプタクティクス1-2コスモスの追加シナリオの制作プロジェクトということで、まあ、どれぐらいの方があの一緒にこの話に乗っていただけるかなと思ったんですけど、なんと 566%
1000人以上の方に、まあ、私はあの150人まで集まらないんじゃないかっていうのでかなりこうネガティブなことを社内で言ってたんですけど、ちょっと思っていた以上の方があの参加いただけまして、非常にあの喜んでおります。はい、まあ、中にはかなりその高額なコースを申し込んでいただいた方もいらっしゃってですね、あと、発売記念パーティーに来ていただくという10名ですか、応募いただいて、その方は大丈夫ですか、金沢でやりますけど大丈夫なんですかね。はい、あのお会いできるのを楽しみにしてます。僕絶対会社の愚痴をね言ってると思います。これね、なんでここで愚痴をみんなに言いたいかっていうとね、僕、まあ、さっきも言いましたけど友達がいないんでなんかないんですね、はけ口が。で今この番組がはけ口になってます。すいませんね、はけ口にして、はい、よろしくお願いします。あ、タクティクスまでありがとうございます。はい、そうです、僕の愚痴を聞きにね10人の方が金沢に来ていただくということになってるんで、もちろん申し訳ないですけど私にとって非常に心の支えになってますのでよろしくお願いします。はい、ということでちょっとお伝えできるのはここまでなんですね今日ね。はい、では次の、はい、グランゼラ重大ニュース、もうここで半分ぐらい帰ってしまいそうな感じもありますが、これ、今日のグランゼラのウェブサイトの方に載ってます。あの毎年グランゼラでは、1年を振り返ってこんなことをしたあんなことをしたということをちょっと振り返ってまして、それをあの、まあ、ウェブサイトで細かく見れますんでちょっとさらっと皆さんにご紹介しておきたいなと思います。そうなんです、10じゃないんだ、そうなんですよ、10じゃないんですよね。なんで今投稿するの、だってみんながそこ行ったら良くないんじゃないの。はい、これね重大ニュース、これアイデムソフトウェアエンジニアリングの時からの習慣なんですけど、ね、ずっとやってます。見えますかね。はい、まあ、今日というか今年は重大ニュース 10.4 10プラス4、まあ、単に10に収めれなかったっていうこと でこんな感じで1年振り返って載ってまして、まあ、一番上が週休3日制の試験導入っていうのが今年から始まりました。これはあのもともとね会社作った時から週末みんな仕事のパフォーマンス上がるんで土日休みじゃなくて水日休みにしたらどうかって案があったんですけど、まあそんなのもあって水土日休みにしても仕事のなんか効率っていうか生産性が下がらないんじゃないかっていう話を突然まあ持ち出して、まあ、やってみようということになりまして、あの今年あの祝日が少ない月にあのやってみましたね。で来年もやってみていけそうなら再来年からもうその完全に週休3日にしようという話になっています。まあ、こういうことをやってますよという感じです。はい、今チャットが流れなくなってしまったんですけど、はいはい、ありがとうございます。タッチョコさん0075、ありがとうございます。はい、で次が、まあ、R タイプファイナル2のアップデート、ただねこれねそうなんですよ、これではやっぱ反省は競技モードが入れれんかったことでしょうね。はい、ちょっと非常に反省してますね。はい、あバイルバンカー銀次に反応しました、今。あ、そうなんです、パイルバンカー銀次って いるんですよ、レベルデザイナーで。はい、はい、あとはグランゼラ YouTube ライブ
これこの番組のことですよね。グランゼラの集い、担当者暴走、うん、これはどういう、あれ、これグランゼラここに印刷したやつあるんですけど、どういうネタなんですか。あれどこだ、カンペがどこにあるかがわからない。ちょっとこれはいらないんじゃない。2022年9月にグランゼーラの開発遅延のお詫びとしてスタートしたライブ配信、これこの番組のことですよね、はい、その後も不定期にどうのこうの当初ご視聴いただいている方々には、うん、あ、当初は人事マネージャーが進行し、制作責任者がお詫びする、制作責任者って私のことですよね、お詫びするという構成だったが、人事部が関わらなくなり、制作責任者が一人で進行するようになり、彼の暴走が止まらない。何ですかこれ、これ誰が書いたんですか。素で怒ってるやん僕。誰書いたんですか。あ、なんでよく目線そらしてる。視聴いただいている方々に会社の愚痴をぼやいたり、公開前の情報をポロポロ漏らしたり、本人は毎回緊張すると言ってるが、すごいな、番組責任者である私は彼の数倍緊張しているのだ。これあなたが書いたんでしょ。なんでスッとボケてるの、すごいな、すごい、この書いたもん勝ちですね。僕はあれなんですよ、こういう重大ニュース自体を立ち上げてるんですけど、途中で確認できなかったんで他の人間に任せてたんですけど、今度はもう目離したらこんなんですよ、ね、はい、あとは金沢競馬、 ありがとうございます。彼の暴走を止めるためファイナルスルーリリース記念配信の人事様さん、まあそうですね、人事部いたら私もなかなか強気にはなれないですからね。なんでこれは今年は5月だったって、このね写真ね、これなんていうの、オーロラビジョンに写ってるじゃないですか、グランゼラ入って、これ毎年ちゃんと競馬の写真なんですよ、本当はね、馬が走ってる写真なんですけど、全部ピンボケだったんですよ、写真が撮ってきた手前の柵とか写ってて、これいや全部ボケてますけどって、でボケてない写真貼っといてって言ったらこれになったんだって今思って、はい、そして雑学クイズ大事、雑学という言葉がもうこの滑舌の悪い私にはもう雑学が言いにくい、あ、そうですね、今年スイッチ版と PS4 版出しましたんで、毎月クイズ問題作ってますからね、はい、あと今年やっぱりなんせあれですね、イベントがどうしてもね、あの感染症の影響でイベントできなかった中で、今年はかなりいろいろ対策しながらイベントできたの良かったなと思ってまして、これ e スポーツ、これ e メッセって、あの金沢の IT イベントですね、あと東京ゲームショー、そして全ため私も行きましたけど、あとこれはもう地元の人もあんまり知らないかもしれないですけど、こうマッチングハブ北陸っていう、これはあのビジネス系のイベントに、あのグランゼラ、VR はすごく前からやってて、あとメタバースもあの、まあ、古くから取り組んでたりするんですけど、今 MR とかもやってまして、作ったものを見ていただこうということで出展しました。はい、あとガタフェス、ね、ガタフェスはやっぱりあれですね、前回のドミニクさんのガタフェスの発音がかっこよかったですね、ガタフェスって、はい、違う、こんな発音じゃない、怒られる、英語でガタフェスかっこいいなと思ったんですけど、はい、はい、あ、次回の全ためで、そうですね、イベント時々行ってますんで、でもね、僕ね、
イベントとかでお会いするじゃないですか。なんか恐る恐るちょっと遠くでね、 あいつ九条かなって思ってすごい警戒して見ておられるんですよ。で多分印象と違うんでしょうね。こうサングラスかけてすげえ大きいやつかなと思ってたら、あれこんな思ったより小柄なんですかってよく言われるんですけど、はい。で、あ、グランゼラ公式ノート、これも地味ながらやってます。明日あの R 期待列伝の第3回をあげますんで、あのぜひあのこう地味ですけど気に入ってやってますんで見ていただければと。あのグランゼラの情報を出してるんですけど、時々ちょっとそういう R タイプ関連のものも出してますんで、ぜひ見ていただいて、明日の夜更新予定です。はい、これ無料ですから見てください。そして絶対絶命都市20周年にね、新作出せよって思いますよね。カレーかよって。まあ新作出せなかったのは僕のせいなんですけど、カレーはうまいですよ。なぜチャンピオンカレーなんで、はい、私も買って食べてますね家で、はい。そして沼カツ、これはあの富山県のアニメ会社さん PA ワークスさんがやっておられるオンラインサロンに、グランゼラもあのゲーム制作部っていうのを立ち上げて、あのゲーム制作、今すごいですよ。ゲーム制作企画を皆さん出されてて、それ作ってたりするんですね。 PA ワークさんとは、まあ、あの隣の県っていうこともあって、あの向こうから来ていただいたり、こちらから僕らも先週でしたっけ、 PA ワークさんにお邪魔して、あの金沢で言えばその花咲くいろはですかね、ああいうの出されてる会社さんで、で先週かな、なんかいろいろお互いの勉強のための場みたいなので、やっぱアニメ制作会社さんとゲームの制作会社ではいろんなとこで違いがあったりするんですけど、まあ両方地方都市でやっててっていう共通点もあるので、まあ時々そういう情報交換というか勉強会みたいなのをさせていただいてまして、でこの沼活は彼らが運営しているオンラインサロンで、まあ、グランゼラもちょっと一緒にやらせていただいているような感じです。あ、そうです、ピアワークス、あの東京にも多分拠点があるみたいですけど、基本富山の南都市っていうかなり金沢寄りなところにありますね。でもね、ピアワークスさんとお会いするとね、どっちの方が田舎かっていう田舎勝負みたいな、どっちのが先に雪降るかみたいな田舎勝負になってたりしてましたけど、はい。で、ひっそりと金沢スタジオ、これ何を今頃って感じかもしれないですけど、実はグランゼラ、会社作った時は金沢でもちろんあの金沢で制作してたんですけど、4年目以降はね、金沢にスタジオがなかったんですよ。野々市市っていうところに移ってしまったんで、あの今野々市と名古屋、金沢の隣にある野々市市っていうのと名古屋で制作してたんですけど、その野々市のスタジオがちょっと手詰まりになってしまったので、10月にですね、あの私含め5名で金沢にスタジオを立ち上げたという形になる。反乱節、そうなんですよ。もともとそうですよね、金沢にスタジオあったんですけど、私が5名連れて、同じやな、6名で野々市にスタジオを作って、どんどん金沢のスタッフを引き抜いてるうちに金沢にスタッフがいなくなって、で今回は何人か引き連れて5名で金沢にスタジオを作って、今あの引き抜こうとしてますけど、まあ、こんな感じで今3拠点でやってます。名古屋と野々市市とこの金沢って感じですね、はい。太陽系解放同盟、ありがとうございます、はい。ナスカみたいになって、ナスカはちょっとちゃうかな、
ナスカの話なんかみんな知ってるんですかね。2年半ぐらいしかなかったでしょ、まあ、僕2年で辞めてしまったんですよ。ナスカってあの以前2年半か3年しかなかったじゃないかな、ゲーム開発会社ですよね、うん、ナスカの地上絵、はい、金沢と野根市名古屋でってまた位置づけが変わってますよ。そうですね、そうですね、はい、まあ、そんな感じですね、はい、ありがとうございます。あ、書いてあるよ、ピチュアルタイプアニメシリーズ Be Possible なんで、あーそうですね、アニメシリーズ、うん、アニメとかできるんですか、小刻みに。そうです、あ、メタスラ作ってた頃、そうです、メタルスラックを、まあ、私はもうメタルスラック一番最初のだけしか関わってないんですけど、そうですね、はい、いやすごい、何の話いいんかこんな、はい、あすごい薪が出てしまってすいませんね、急ぎますね。フォーメーション Z、 これシティコネクションさんとの、あのまあすごい1980年代に出た、ロボット飛行機可変ゲームを、まあ、今作ろうということで、あえて今作ろうということで一緒に制作しています。これの情報ももうすぐ下出せると思います。あ、もうすぐ22、そうです、ね、だからむちゃ巻き出てるんですよ。そしてコスモス制作発表で、クラウドファンディング、ありがとうございます。そして杖源金沢、ね、金沢のサッカーチーム応援してるんですけど14位、なんかホームスタジアム再来年できるそうなんで、来年絶対 J1 に上がってほしいなと思ってるんですけど、はい、今はなんかふるさと納税かなやってますね、すごい巻いてますね。そしてイボルブと3月23日発売決定ということで、ちょっとすいませんね、あのまあ今年も思ってたことがやれてない。で漫画家ケールもまあ新しいキャラクターとか新しいシステムとか、まあ2と、あ2って言うじゃなかった準備してたんですけど、今一歩出せなかったんで、去年もまあ、まあ、かける新しい情報出したいって言ってたのにできなかったですけど、でも来年はね、今年できなかった、今までこれはできませんでしたけど、なんで根拠あるんかって言われたら何もないんですけどね、来年はね何もかもうまくいく気がしてきましたよ。それも皆さんのおかげです、ありがとうございます。行方不明のアマンダ大河、ああそれの話は明日のノートで見ていただければと思います。はい、そうです、質問コーナー、じゃあ巻きでいきます。皆さんからいただいてる質問にお答えするコーナーで、今日たくさん取り上げようと思って選んでいただいたんですね、選んでもらったんですよね、はい、ちょっと早口になるかもしれませんけど、ちょっと時間を押してますんで、あの頑張って歯切れよく答えていきます。はい、最初、質問 R タイプ Y なる2、質問です。ちょっと待ってね、こう急いでる時申し訳ないですけど、コーヒー飲みます。皆さんもちょっとコーヒー飲んで、質問です。ファイナル2で現在参戦している機体が今後各機性能調整されることはありますでしょうか、波動砲やレーザーの火力、連射力の強化など。これはね、あの、まあ、良くも悪くもありますね、あります。あの不具合はちょっと見つけたら修正してるんですけど、ちょっと調整もさせていただくつもりです。2月頃にあのまとめてやりますね。ちょっとまとめてやらないとうまくいかなさそうなんで、どっちかっていうと皆さんが弱いって言われてるものを修正する、もっと弱くは修正しませんよ、修正する方向に行くと思います。
あ、そうですね、はい、なので、やりますが、これはまあ先ほども言いました、ちょっとずつっていうわけにいかなさそうなんで、まとめてやります。今ちょっとリストアップしてますんで、はい、では次、質問、 R タイプタクティクス12コスモス、 R タイプタクティクスコスモスについてです。今回はリメイクですが、開発に必要なトレジャーやトレジャーの出現場所は前作と同じなのでしょうか。2のデコイ完成機なんかトレジャーの出現が遅すぎてエスコートタイムなどほとんど可能なら出現場所を変えてほしいです。これはそうですね、原則は一緒ですね。まあ見直しはしますけど、いじれ怖くてよういじらんのじゃないかなと思ってますね。僕自分で全部作ったんですけど、そのパラメーターの調整も配置もなんかちょっと怖くてよういじるかな、これちょっと、まあ、よあのいただいたことはすごい分かりましたんで、あの入れておきますんで、はい、そうなんですよ、はい、ん？提案 R タイプファイナル2、近々 DLC にてバイド系互換機が登場しますが、そこに関連してというか、なんというかバイド系可変機もあってもいいんじゃないかと思って、あ、いかがでしょう、あ、バイド系可変機、おお、確かにバイド系可変機いいですね。だってどんな風に変形してもいいですもんね。あ、なるほど、あ、これはいただきますね、はい、で次が進捗確認購買部、以前追加が決まったされる歩きたい T シャツのその後の進捗がどうなっている、そろそろ寒くてすいませんね、これあのちょっと部分的にはできてるんですけど、ちょっと製造の問題でですね、まとめて作らないとあのちょっと予算がオーバーしそうなんで、あのすいませんね、ちょっと今多分 T シャツ着たら風邪ひくと思うで、ま、もうちょっとだけ暖かくなるまで待ってください。あのさっきのデカールの T、 アポカリプスのデカールもちょっと T シャツに合わせてしようと思ってたりしますんで、あのちょっとそんな感じで、すいませんね、お待たせして申し訳ないです、進めてますので、はい、で質問要望、 R タイプファイナル2、 R タイプファイナル2だけの話ではありませんが、バイドに変化する展開で、時期がバイド機体である場合でも別のバイド機体に変化してしまうのはなぜでしょう。あとバイド機に変化する場合、該当する機体がもしハンガーにある場合、それに変化するというのは可能でしょうか。ただ単に可愛くデコったマイバイド機で本編クリアしただけ。ああ、これあのまあそうですね、ちょっと先に後半の方で言うと、あのおっしゃる通りなんで、これはちょっと対応しますね、はい。で一番はね、まあちょっと変化してもらわないと困る部分もあったりしますんで、まあ、なぜでしょうって言われたら多分バイド側の事情ですかね、はい、すんごい苦しい言い訳ですね、はい、あ、なんかくしゃみしていますあそこで、はい、あ、すごい、どんどんめくられてしまう。質問、 R タイプファイナル3、イブルブドでは DLC 機体は使用可能で、 DLC オマージュステージは遊べないということでしょうか。PS5 ユーザーはイブルブドと PS4 ファイナル3を使い分けて遊ぶことになるんでしょうか。イブルブド用専用ステージもあるな、トロフィーも PS5 と方で別個になる予定でしょうか。これはね、あの基本的には、方眼関係にありますんで、 PS4 版と PS5 版を持っている方は原則 PS4 版に移行していただけるようにする予定です。なので DLC も PS4 で持ってる方は PS5 でも手に入って、まあ、ダウンロードしていただければそのまま使えるという、セーブデータもそのようにしますが、ちょっとトロフィーだけはちょっとね、
今ちょっといろいろ手続きしてますんで、別にはなるんですけど、同じ条件のものをまたやらなきゃいい、やらなくていいようにはしたいと思ってます。はい、ただちょっとこれいろいろ技術的なのとこと手続き的なとことはあったりしますんで、ちょっと ここは、まあ、次はもう確実なこと言えると思うんですけど、ちょっと今進めてるとこだと思っていただいて、気にしてるとこではありますんで、はい。で、確認とご報告、R タイプファイナルズ、ステージ 6.2 のことですね。シンジの直線段の左端とステージ X2.0 の一石エレベーターの炎が見えない場所に当たってミスしてつらいです。老舗の工場。ああ、すいませんね。ちょっとこれは、ちょっと改善するようにします。はい。で、質問、R タイプ、ファイナル3、イボルブド。おそらくファイナル2の全プレイヤーが確たる情報がないため、最も気になるところだと思いますが、ファイナル3イボルブドの追加ステージは、アップデートであれファイナル3でもプレイできる。これはちょっと難しいですね。どうしてもちょっとプレイステーション5っていうものを、まあ、前提にというか当てにして作ってますので、まあその7ステージ全部がってわけでもないんですけど、ちょっと持っていけないような要素がありますんで、ちょっとこれはちょっと期待しないでいただければと思います。はい、では次、要望 R タイプファイナル2。こんにちは。 R タイプファイナル2を子供小4と楽しく遊ばせていただいてます。それではもらってますか。それでは、ゲームへの要望ですか。ステージエディットでステージをランダムで遊んでもらう機能が選んでもらう機能が欲しいです。自分で選ぶのも楽しいですが。へえ、あ、オマージュステージ持ってたらそれも含め。これそうか、これは確かに面白いかもしれん。あ、そうか、あ、分かりました。これは技術的には入れれると思いますわ。面白いですね。はい、分かりました。対応します。はい、あ、次最後の質問、質問、絶体絶命です。絶体絶命都市最新作発売までに 1,2,3 がスイッチや PSY でやれるようになりますか。これは今予定はないんですよね。やれなくなっちゃうんですか。はい、まあ、ちょっと今はちょっと今やりますっていうことはなんか言えないそうです。ちょっと予定にはないですね。あとね、あれなんですよ、絶対絶命都市5の中に絶対絶命都市1がちょっと部分的には入ってるんですよ。あれ、これ言っていいことでしたっけ。だから須藤で人とプレイするとか、アイザーマリですごいなんか怒ってるとか、日が夏みとかで人とプレイするモードが、モードっていうか機能、あ、もうじゃ怒られてるわ。はい、ポロポロ言うなっていう。まあちょ話を戻すと、 1,2,3 をちょっとそのまま遊べるっていうのはまだそこまでだ、死ぬ、危ない、暴走してるとなんでちょっとそのままのリメイクが出るっていうのは今予定がないんで、まあちっちゃい会社なんで来月どうなってるか分かりませんけど、ちょっと今別に隠してることなくて今の時点では ないですっていうことと、絶対ここからはまあちょっと危険領域ですけど、絶対絶命都市5の中にそういう要素が あったりしますっていうことで、はい、バツンって切られました。時間を押してるっていうことを理由に絶体絶命苦情いるかな。
茶漬けがこぼれますお茶漬け、お茶漬け食べてる、はい、そうですよね。今でもあれですよ、皆さんこう笑ってるかもしれないけど本当に久々に怖かったんですよ。そこでガシャンって音鳴ってましたからね。まあ、こう本番中は僕も拷問されないんで大丈夫ですけどね、はい、じゃあ告知コーナーで、告知いくつあるんですか、はい、すごいシンボリルドルフのサツキショーみたいな指一本立ててましたけど、はい、ウィンターセールドーン、グランゼーラウィンターセール2023、あ、このセールの告知ですか。あの現在任天堂スイッチにて、R タイプファイナル2ステ、ゲーム本編と DLC ステージと、クイズ大臣、絶体絶命と司法で、ホトトギスタイラン、ホトトギスタイランはゲームは、あ、ヘンサカマンさんありがとうございます、いつも楽しみしますバイドラボに、あ、進捗よく言えば目各バイドの、あ、そうです、あの解説コメントはね作ったんですよ、まあ、ちょっとおいおい入れていきますね。思わぬところで入れれない理由が出まして、まあ今言わんとこ、あの解説コメント結構以前からいただいてますんで、あの文章は作ったんで、そうなんですよ。あれね、これ言っていいのかな。8カ国語にするせんなのですよそうするとちょっと翻訳費用予算で取ってなかったもんで、すごい生々しい話してますけど、あのまたあの予算取りの時期なんで何とかしますんで、ちょっとご容赦、まあ、ちょっとだけ待っててくださいね、はい、で、あのセールの話に戻るとですね、ホトトズギスタイランは無料で遊べるんですよね。で、あ、これはあの小判をが半額で買えるっていうセールなんですか。なるほど、まあ、こういうのやってますので、まだあの手に入れてない方はあまりいないかもしれないですけど、あのぜひ友達に、友達3人とかに勧めてください。よろしくお願いします、はい、ということで、あのすいませんね、ちょっと時間かなり押してる状態で、ちょっと駆け足、あの大事な質問のコーナー駆け足になってしまって、非常に申し訳ないとか失礼な感じになってしまったんですけど、あのいただいたあのご意見とかに関しては、あの担当部署で、まあ主に私の方の部署ですけど、きちっと伝えて対応していきますので、よろしくお願いします。そうですね、はい、スパチャいくら貯まったら、まあ、翻訳費用はあの料金表いただいてますので、またちょっと皆さんにご協力いただくかもしれないですけど、な感じで出ます。で、これ来年、次回の予告が、はい、グランゼラの集い2 1月27日金曜日21時、次回は、イボルブドに関して、イボルブドかもっと詳しい話がより具体的にできると思います。動画もまあ今日あのちょっと取り急ぎ作った感じになってますけど、いくつかあの差し替えた感じで、あのより具体的にバイドカレーの開発バイド開発フード部門に伝えておきます。はい。はい、これ思ったんですけど、グランゼラの集い2っていう名前が良くない気がする。なんか R タイプファイナルが3になりきれないのはここにあるんじゃないかなっていう、ちょっと責任転嫁気味ですけど、なんでできれば来月からグランゼラの集い3にしてほしい。3エボルブドでもいいですけど、そういうのでお願いしていいですか、はい、なのであのちょっと、来年、まあ、確かに先ね、皆さん次回おらんのじゃないかって言われたんで、まあ万が一おらんかったらちょっと代わりのもんに託しますけど、ちょっと、まあ、こんな感じで進めていきますので、で、あの改めて今年1年あの支えていただきましてありがとうございます。もう本当に、まあ、重大ニュース作ってる時もですね、あの皆さんに
なんか支えていただいたことでですね、1年間あのちっちゃい会社なんで、あのすごい荒波に揉まれてる状態なんですけど、あの、まあ、やってくることができましたんで、で来年もあのいろいろ準備してますので、あチーム F タイプさんいつもありがとうございます。あのぜひともですね、あのお付き合いいただいて、あの支えていただければっていうのと、まあ、ぜひ愚痴も聞いてくださいということでよろしくお願いいたします。あとまあ年末年始あの雪降ったりあの寒かったりしますんで、皆さん体調崩されたりしないようにですね。あと中にはあの年末もね働いておられる方もいらっしゃると思いますんで、私も2日までは働くと、今年2日までは働きますんで、あのまあ一緒に頑張りましょうということで、あの皆さん良いお年をということで、では、最後にですね、シンガーソングライターの飯田舞さんが歌う R タイプファイナル3エブルブドのエンディング曲、あの花が散る前にを聴きながら今年はお別れです。はい、良いお年を。約束。